日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。チーナ米田コーヒーのお月見マロンオーレとお月見マロンジェリコを飲みたいと思います。あとフルムーバーガーもあったんですけど、ちょっとからしマヨネーズが使われていて、自分からしはダメなので、今回は飲み物だけにしました。どんな風な味になってるのか楽しみです。栗感じられるかな。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ早速いただきましょう。飲みましょうと思ったんですけど、まずモーニングのセットに今新しいパンが限定で出たということなので、まずこちらのパンからいただきたいと思います。いつもの食パンとそのまた違った美味しさがありそうですね。ではいただきます。なあ、もっと飲みたくならないか君は。まあ確かに飲みたくなりますね。コーヒーのほのかな苦味と栗の優しさがよく合います。おーっと、マイクがうまくいかないなーって思いながらも、うまく調節しながらと。わあ、ほろ苦いラテに、プルプルのコーヒーゼリーと、それぞれによく合う栗の甘さ。本当に味わい深い。コメダの栗もっと味わいたいなー。ねえ、何か出してくれませんか？うん。ま、とりあえずは今日のレビューですね。ごちそうさまでした。まず新しいパンの方なんですけど、ちょっともちっとした食感の後から香ばしさが広がって、ただのトーストとは違った美味しさがありました。でその次に飲んだマロンオレとジェリコなんですけど、どちらも栗の優しい甘さは飲み物の中でじゅわっと感じてきました、ね、でラテはやっぱりほとんど飲み物なので心温まる優しさが感じられて、コーヒーゼリーを入ったジェリコは食感を楽しむことができて、それぞれ栗の甘さとよく合っていて美味しかったです。これはどちらも候補を進めがたい、ね。だんだん涼しくなるので温まりたいならラテ、デザートで贅沢な気分になりたいならジェリコがおすすめですね。というわけで今回ラテとジェリコはどちらも5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。